はようございます、今日は関西リーグ開幕戦ということで4月9日土曜日の月曜日かな4月9日土曜日の朝でございます。開幕戦の試合の舞台裏というか、まあ、そういうのを中心に当たっていけたらなと思います。今日は会場が兵庫県の淡路にあるアスパゴシということなので、そこまでチームの移動車に乗って移動します。今はその集合場所に向かっている最中です。よろしくお願いします。あれかなよ、出演料みたいな。よろしくお願いします。いや、同じこと言う。ノボさん、無理です。誰、話してる。あ、どうぞ。これ、前行かない。おはようございます。おめえが言うなよ。こうやってさ、こう喋ってるやん。この喋ってる声が切れるの。声が切れる。切れるの。声別にミュートすればいいだけやから。着いたね。着きましたね。頑張りましょう。ありがとう。間違いない。こっちも。珍しく集中してるから俺。おい。そうだ、試合前ですよ。試合前ですよ。ヘズマの動画作ってる。誰がヘズマ？絶対使ってやるから。ガリーチャンネル。ガリーチャンネル。ガリーチャンネル。これ言ったじゃん。あ、そんなよ、ポケミッション。すいません、シーさん、お疲れ様です。シーさん、お疲れ様です。どういうことやねん。どこまで行ってんの。お疲れジェリー。次決めます。頑張ろう。すっごい、すっごい、すっごいじゃん。次天気予報だ。どっちが先に撮るかな。どっちが先に撮るかな。あれ落ちてやったら全然いい。なんで怒る。負けないぞじゃないの、そっちが。そうでさ、今日撮るやん。いつアップするの。できるだけ早く。なんて載せるの。開幕戦勝利って。はい。お前、俺が買ってあげたやつだよ。このバスで買ってよかったな。本当にそう。恩返しに行ってよかったな。いや、本当にありがたいよ。適当に使えること喋ろうとするやろ。それを切り張りしてやるよ。あなた、こう声変えて、自分で。あなたにとってサッカーとは。そうですね。プロフェッショナルみたいなやつ。なんですかね。何とも言えません。ねえなら喋んな。ということでですね、帰りのバスが集合場所に着いて、今家に帰っているところです。開幕戦勝ててよかった。
宅しました。まあ今日は、まあ、とにかく開幕戦結果1対0、まあ、勝ててよかったなっていうところですね。やっぱリーグ戦で関西リーグは全国合わせて14試合しかない中で、やっぱ一戦一戦で勝ち点3っていうのが大事になってくると思うので、まあ、その部分ではやっぱり、まあ、最後の結果だったと思います。で、まあ、個人としては、まあ、開幕戦ベンチスタートなので91分とか、交代出場みたいな形で、もちろん、これで満足はしてないですし、第2節に向けて、しっかり自分がもっと多くの時間、試合に絡めるように、来週からの、まあ、練習、しっかり取り組んでいきたいなと思います。今日は、スポンサーの方に移動のバスで動かしてもらったりとか、いろんな協力があって、まあ、僕たちも活動ができているなというのを改めて感じたので。しっかりチームとして勝利という形で返していけるように、相手の気持ちを伝えれるように来週からもしっかり頑張っていきたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。